プロレスリング柴田の参上。さあ、柴田と愉快な仲間たちによるポーカーの嘘ハイレートキャッシュゲーム、名もなき島の名もなきスタジオで火花を散らすゲームが展開されていた。熱いゲームをご覧いただこう。まずは UTG 柴田ジャック10オフでオープンレイズ50万円。他のプレイヤーはどうだ。サスケ50万円にコール。ピョコタンから5ポケで3ベット250万円。我らが柴田すぐにリングを降りた。さあサスケ、相手は今日のテーブルの中で最もポーカー経験があり異彩を放ちまくっているピョコタン。戦いたくはないがエース10オフグッドハンドが入っている。コール。ピョコタンとポストを戦うのはサスケ、クリフハンガー攻略より難関だぞ。大丈夫か。クイーン6-3の2枚ハート。サスケダブルバックドア、ストレートにもフラッシュにもなる可能性があるが、チェックにピョコタン200万円のベット。逡巡せずサスケコール。ターンは6スペード、6がペアになりダブルフラドロボード。チェックチェック、牽制し合ったリバークイーンだ。なんとピョコタンのポケット5、漫画のベタ塗りのように塗りつぶされてしまった。勝ったのはエース杯のサスケだが、ここからのベッド合戦はチェックに対しピョコタン650万円のブラフベッド。さあ2ペア、エース杯のサスケ5ポケ以下には勝っている。だが7ポケ以上やクイーン6持ちには負けている。このベッドをどう取るか。ポットはすでに2200万円を超え、コールが入ると2800万円を超える。至高の深淵に立ちフォールド。ふう、これは北斗の拳の天竜呼吸法ではない。キャッチされずに済んだ安堵のため息だ。さすがピョコタン、ブラフストーリーを書かせたらこの男の右に出る者はいない。エースクイーンを装ったナイスブラフベッド。今ピョコタン大先生が前の反動をもとにレクチャーを行っている。これを聞いてありがたく感じる人間、ちょっと萎縮してしまう人間、反応は様々。こういうのって人生の縮図だよな。どの世界にもおせっかいな人間はいる。それをどう捉えるかがその人間の器ってもんだろう。ちなみに俺はピョコタン大好きだぜ。さあ次のゲームに行こう。 UTG はそのピョコタン大先生エースセブンハート50万円にレイズ。我らが柴田もコール。他のプレイヤーはどうだ。ビビのサスケがコール。ポットは160万円、フロップ8-8-7、サスケがオープンエンド、ジャックか6でストレート、ピョコタンは7-8の2ペア、柴田はただのエース杯だ。ピョコタンが80万円ベット、柴田はまたすぐにリングを降りた。サスケからレイズだ、220万円。ピョコタンコール、ポット600万円。ターンが6、サスケストレート完成。このまま階段を登って辛辣な評価を浴びせてきたピョコタン大先生を見下ろしてやるんだ。350万円のベット、ピョコタンコール。ポット1300万円、リバーでピョコタンフルハウス完成。サスケストレートという階段登った先に落とし穴が待っていた。ストレートの価値が設定6から1に急落してしまったサスケ、それでもメダルをポットに入れるのか。ノーリミットホールデムに天井はないぞ。
600万円のベット。さあ先生のご考説を賜ろう。もうだからそちらの80勝がほぼ取らなくなったわけで、これマジで的確に言いますけど、ここ8本当に持ってる人ってさっきのチェッククイズしないんですよ。なのでですね、ブラフをコールポット2500万円。サスケに8がないのを見抜いたぴょこたん、ナイスコールを選択。いやー、ぴょこたん大先生さすがですね。ただ一番最後のブラフをキャッチ、あれはちょっとイラッとするよな。キャッチ。さあ今日最後にビッグポットゲームご覧いただこう。 UTG はキング3ハートを持っているすする。ラーメン YouTuber のプレイはバリカタかヤワメか。さあここは50万円にレイズを入れている。ぴょこたん、黄色い悪魔がエースキングで3ベット150万円。わっと、柴田がカウパープレイをしようとして注意を受けている。ぴょこたん先生は厳しいぞ。ダニロンクイーンジャッククラブ、柴田クイーンテンスペードでコール、すするもコール、プリフロップでポットが620万円だ。キングジャック3、すするが2ペアだ。チェックに対しエースキングぴょこたん350万円のベット。上から順に2ペア、トップヒットエースキッカー、ジャックヒットフラッシュドロー、シバターはエースかナインでストレートが完成するオープンエンドとなっている。みんな戦う理由があるぞ。ぴょこたんの350万円のベットになんと全員がコール。4名のままターン、ポット2020万円。ターンカードは4のスペード。チェックチェックチェック、ぴょこたんから一撃1000万円のベット。タニロンが勝つにはクラブかジャック、シバター勝つにはエースオアナイン、ぴょこたんが実は最も茨の道、エースを引いても勝てない、勝つには4を手繰り寄せてキング3の2ペアより上のキング4の2ペアを作らなければならない。わっと、フラドロが降りた。シバターはストレートを引きに行った。さすがのギャンブラー。キング3、2ペア、すするもコール、1000万に2コールでポット5020万円。リバーでも戦況変わらず。すするのチェックの後また先生からご考説を賜ろう。よし、これはもう勝ちを確信してる。あなたたちのハートも全部わかる。まあとりあえずクラブ2枚のフラッシュドローがどっちかいて、クイーン10がどっちかいます、ストレートドロー。なるほど。もしくはキングのキングクイーンとかキング10みたいなキングの弱いキッカーがあるんで、僕はチェックして勝ちを確信してる。チェックの商談。おっと柴田、当てられたんだ、ちゃんと見せろよ。クイーン10、タニロンもいなくなっているがフラドロがいた、そして2ペアがいた。キングの弱めのキッカーまでは合っていたが、その弱めのキッカーが2ペアを作っていたんだ。ぴょこたん、ポット5020万円。すする、全員のスタックを見事にすすってみせた。ラーメン何杯食べれんだ。後ろにいるからね、かなりそこにプレッシャーかけました。ということで、柴田と愉快な仲間たちによる嘘ハイレートキャッシュゲーム、楽しんでもらえたかな。え、我らが柴田が活躍していないだって、何を言ってるんだ。彼はまず敵にしっかり打たせてから後のラウンドで見せ場を作る男だろう、確か。ということで、次回を楽しみにしていてくれよな。ナレーターはローボイスハイテンションのポラライズ実況、哲也でした。